この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今スポンサーはぽよぽよボールやってますって。ぽよぽよボールやってるんですけど、そこにね、あ、今一緒に映り込んだ、なんか今変な人いたよね。もしかしたら間違ってなければポンスのお父さんだと思うんだよね。ちょっと呼んできてもらっていい？うん。じゃあお願いします。呼んできて。おーい、ねえねえ、おにお父さん僕です、僕です。すんごい色になってるんですけど。ねえ、ちょっと推しとして。バッタバッタじゃないですか。じゃあ、スポンスは悪い子じゃない。何悪い子じゃないってこと？ちょっと、どういう経緯でその髪色になったのかを教えていただきたい。いや、まあ、あのね、僕の一番お気に入り美容師ソクラテスっていうやつがいるんですけど、はいはい、ソクラテス最近ね、あの、まあ、独立して美容院をなんと立ち上げたんですね、うん、かっけえなソクラテス。結構お気に入りなんですけど、うん、そいつが、うん、まあ、いつもの、まあ、今日オーダーしたのが、うん、いつものあのなんかミルクティーっぽい金髪に、うん、でもちょっと飽きたからなんかアクセントみたいなのないかな、うん、はい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 。例えば、水色を入れてた時とかあった、はいはいはい、一部ね、あれ的なね、うん、的ななんかないかなっつって、うん、話してたわけですよ、うん、で、うん、じゃあ水色お前やったし、なんだろう、うん、黄色にしよう、うんうんうん、黄色を顔面の周りにツツツツツって配置したらおしゃれっすよって言われたんです。はい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 、うん、あ、それいいね、じゃあそれにしよう。いいじゃん、うん、めっちゃいいじゃん、いい運び、うん、なんでこうなった、うん、それでで、なんかシャンプーしてる時に、うん、いや全部にしようってなんか俺が言ったんですよ。おーい、言ったよ、間違えた、あー間違えた、うん、そこで間違えてる。まあ、なんでかというと、うん、まあ、この前まで、赤、刑事セクラブで、ね、何やってんの、うん、されるがママくん、この前まで、幼稚園の受験とか、うんうんうん、まあ、いろいろ困りの場面があったんで、そうね、まあ、割と茶髪な感じにして、うん、してたね、頑張ってね、抑えてたね、不服だったんだけど、抑えてたもんね、うん、うん、まあ、反動が出てね出ちゃったなそれ、出たよね、ベインギャンクスか、出ちゃってる。すごい反応出たよね。もうこれがいいってなっちゃったの？うん。もうなんかアニメキャラみたいな感じになって、もう好きです僕は。あ、じゃあもしかして善逸を意識したカラーということで。ダーリンちゃんセクシャリー。善逸じゃんね。善逸みたい、うん。ちょっと黙りこくってもらっていいですか？ポンスはアリーロイなるか言うと、ルルルル。でん。になります。ポンス髪の毛青にすんの、うん、いや私はね、なんていうの、好きなアイドルとかがさ髪の毛をさこうイメチェンとかした時にさ、かっこいい髪型になるとさキャーイエーイってなるけど、私ウーくんのファンなのね普通に、ね、好きなアイドルとかがさそういうのになるとさ悲しくなるじゃん、うん、今ねもうそれなの、私はウーくんのファンであり、まあ、嫁であると思うんだけど、それどうなんですかね、あ、たまにはいいのかな、すっごい。たまにはいいと思う、フルーツみたい、なんか南国の世界のなんか、ね、黄色すぎん、金髪と黄色って変わらんやと思ってたけどさ、うん、黄色だと思う、なんか、フルーツ、え、なんだろう、なんかその洋服と相まってなんかパイナップ、なんだろうね、なんかヤシの実みたいな、なんかポケモンみたいな、なんだろう、もうわかんない。昔ね、実は一回黄色、真っ黄色やったことあるんだよね。あったね。てかさ、それさ、あれじゃない、私がピンクのメッシュ入れた時期じゃない、すごい、コルクみたいな味なんだけど。岡崎の美容室で、カリアですね。カリアか、うん、の美容室で、金髪で、私がなんかロン、なんか茶髪になんかピンクメッシュみたいな入れた時期だよね。うん。で、それ真っ黄色にしたけど、うん、なんかの罰を起こしてすぐ坊主になったんだよね。私もだ。え？
あ、だって私たち2人で一時期2人とも坊主だったじゃん。やばいね、坊主夫婦だった。坊主夫婦っていうか坊主カップル、やばいね、うん、でも私その坊主を機にめちゃめちゃ髪の毛の質が良くなったから、なんか良かったなって感じ、ね、今となっても。あーちゃんも言っても髪の毛がシギシギだったもんね。めっちゃ鳥の巣だったよ。マジやばかった。もう不服、なんでそんな色になったの、早く抜けてほしい色。じゃあ何がいい。え、ミルクティーベージュみたいな色、ミルクティーアッシュみたいなやつに、なんかちょっとなんかこう色が入ってるとかだったら好き。だってゆーくん最近痩せてちょっと美女よくなって、よくなってねえな、ね、よくなって美女よくなってきたからさ。あの美女っていう言い方何、美女、美女っていう言い方何。見た目でよくない、美女なの。美女かな。美女っていう言い方、ビジュアル、ビジュアルしないんだけど、興味しないんだけど、うん、ビジュアル強い、美女強いみたいな、はあ、そうやって言う言い回しなんだ最近は、うん、でも美女強いでしょ普通に。自分に言わねえんだよ。で最近の YouTuber 事情ですよ。最近流行っている YouTuber っていうのは大体ちょっとかっこいいやつが流行ってるんですよ。美女系、美女系、美女がなんか整ってる系がなんか来てると噂なんですよ。巷ではそう噂されているらしいですよね。イケメン、ごめんね、刺激色だよ、ね、怖いね、お父さんがこんななっちゃって、ね、見てんのよ俺のこの目立つ色だから。やっぱりお父さんのことそういう目で見ることってあんまないよね。わあ、すげえな、お父さんの見た目みたいな。目立つ色だな、目立つ色だなって思いながらお父さんを見ることって今までなかったわ。うん、嫌だね、下せないね、お父さんがこんな色になってね。うん、ごめんね。チカ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 するんだろうな。あ、うん、坊、今、うん坊の片鱗の空気が出た。あー、へという人は、ああ、もうお父さんをするのにふさわしくないガシャガシャがいっぱいついてる。俺、お父さん似合わなくね。お父さん似合わないね。すごい、ずっと今お父さん感ない。俺結構長いことお父さんやってるけどね。でもポンスが生まれて半年ぐらいはすげえお父さんだったよね。白いセーターに黒髪でみたいな。そう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 、ずーっと青いユニクロのジャケット着てる。ずーっと同じやろ。ウルトラなんだっけ、ウルトラライトダウン、ウルトラライトダウン、それすごい着やすいんだから。立ってあげよっか。あーちゃんの今日の美女どう。今日のあーちゃんの洋服かわいいでしょ。かわいい。ねえ、マジで隣歩きたくないもん。普通に冷静に、やだ、ついてこないで、ついてこないで、ついてこないで。何これ見て、ついてくる、あ、なんかついてくる、あ、なんかちっちゃいのもついてきた、なんかついてくる、あ、ついてくる。あ、ピクミン、ピクミンだったの。食べられる。ワンワンワン。あ、なんかプクマルがちょっと機嫌悪いから、うん、もう切ろう。そうね、うん、はい、ということで黄色でした。はい、黄色になっちゃったシバユ。じゃあ最後に、はい、ポンスくん、なんかやりたいことやっていいよ。はい、カメラ見て。みなさんどうも、こんにちは、あやなんです。ポンスです。しばゆーです。はい、今回はこちら、はい、終わりの挨拶してください。はい、せーの、またねって。またーってのれーわ、えー。